疲れ様、ありがとう。楽しすぎてやばかった。ん、喜んでくれる？めっちゃ怖くない、この髪型。今日のラインナップ、お弁当2個食べ、2個食べます、もりもりと。うん、夜行きます、オレっち。ゆなの踊れた時顔かわかった。嬉しかった。すごい、まだみトレーナーさんすごすぎ。みーもあのバキバキしてもらった、解放の。すごい、新世界。え、全然疲れなくなったんやけど。わかる。え、首やってもらったことある？うん、首さっきした。うん、首怖くてできひんの。見て、お弁当2個食べ、みっこ。な、何する、やる髪の毛。セーラームーン。え、どうどうどう。あ、丸して。みっちゃん、セーラームーンの違う子の髪型してよ。え、やだ。なんで？やだだだ。この服かわいい。みっちゃんから。ファンの皆さんください、この服。みーも欲しい、この服。みんな聞いた？ダーリッチですよ。ダーリッチのこの服ください。誰かみっちゃんとお揃いの服ください。ください。あのゆなとみっちゃんに渡してください。ください。寿司ください。お茶ください。してる？知らん。え、知らんの？TikTok見てない？ください。何これ？バカママコレクション。ユナのが着たくて、私は初めての時に水色のポジションを言われたんですけど、ユナのどうしアイス、ずるい、ミユもアイス食べたい。アイス今持ってきて。かわいそう、めっちゃかわいそう。で、水色を言われたけど、ユナのが着たくて黄色がいいですって言って、2番手じゃなくて3番手に自ら名乗り出た。何言ってんの。黄色可愛すぎ、サンバイザーで怪獣のテテしてる。そうですよ。え、アイス買ってくれたんですか。しかしげさん、ラブやな。しげさん買ってくれたんですか。おはようございます。おはよう。かわいい、かわいい、なんで来た、なんで来た、かわいい、かわいい、かわいすぎやろ。癒された、ありがとう。癒された。ほんまの癒すってああいうことを言うね。ほんまに可愛すぎやろ。時止まった。ちょっと近づいた。前髪切ったでしょ。優しい優しい優しい。やった、やった。変な味な。何これ、何これ。え、フルーツ？え、ジジさんチョコ持ってませんでした？バニラはチョコ持ってませんでした？え、バニラなかったですか？かわいそう、せっかく持ってきてくれたの。これ食べる。え、これ北極のバニラありました。え、他何がありました？バニラかチョコ。みあっちって食べよ。バニラ。わがまま好き。こんにちは。こんにちは。めっちゃ美味しい。考えたらアイス太るやん。いっぱい目あった。
マシュマロサンタクロース、クモありがとう。うん、わあ、ありがとうございます。ゲット。優しい、ここまで持ってきてくれたバニラ。でもでもゆっくん、そういえばダイエットしてるんだった。甘いもん食べれへんか、ちょっとやめとこ、戻してこよ、忘れてた。みんな一緒戻してくる、これ。忘れてた。忘れてました。忘れちゃうねんな。はあ、ごちそうさまでした。もうお腹いっぱい。ポンポン、マシュマロさん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。多分これ髪の毛取ったらすごいことになるのかな。そう、忘れてて思い出した、ちゃんと。えらい確か投げちゃった。これ楽しかった。ユノもさ、あのお見送りも楽しすぎて、もうなんかもうファンの皆さんと会えるの、あ、なんかやっぱりさ、公演してなかったらさ、その公演の楽しさ忘れるやんか。忘れへんけど、なんか公演ってこん楽しいんやみたいな、なんかそのファンの皆さんに会えるのでこんなに嬉しいんやってぐらい、もうなんかお見送りも楽しすぎて、なんかお見送りめっちゃさ、お見送りっていうか普通さ、公演終わりってさ疲れるやん。もう見送りも楽しすぎて、嬉しすぎて。しっくん、ハートありがとうございます。ふぅ、ユナってファンの人みんな大好きやなって、改めて。いそりな、なんかめっちゃ肌最近褒められるんだけど嬉しい。けどな、肌何もやってないって言うけどな、ちゃんとやってること思い出したんです。あの、なるべく体に悪いものは食べないっていうことをやってました。まいるちゃん、クマありがとうございます。カップラーメンとかインスタントラーメンとかは食べないね。お菓子とかもそんな。甘いもん食べるとしても、あのなんかさ、なるべくあの作りたてのケーキとか、それなんかあんま化学調味料が入ってないのにしてます。ママの影響ってのもありますね。パイセイ君、ハートありがとうございます。でな、卒論さ、なんかファッション系のこと書こうと思っててんけど、やっぱそういうなんか知識とか食べ物の方があるわと思ってパクパク体だけに、やっぱり卒論もそういう食べ物のことにしようかなって。今度来週発表があるんですけど、ちょっと思ってます。いや、なきゃ公演やる、公演嬉しい。りんたろーくん、お茶ありがとう。こんにちは。マシュマロさん、クマありがとうございます。
卒論のなんかどういうのやってどういう結構早いねんな、まだまだ。なんか経済に全く絡めなくていい感じなんですよ。どうなんかな、絡めなあかんのかな、どう思う、絡めた方がいいんそれって。なんか例えばの、でも他の人とかもなんか電子辞書と、なんかその電子辞書じゃないわ、近すぎさん見ました、こっち行った、 ありがとうございます。なんかめっちゃ美味しそうなの飲んでる、抹茶ティラミス買ってきた、今日の朝買ってきました。え、かわいい、かわいい髪型。え、嬉しい。今やった？今、もうやりました。え、めっちゃかわいいそれ、ユナの推し。じゃあお揃いしましょう。やらない。けどあの、ユナの卒業会もそれして、これ、わかりました、うん、これします。こんにちは。何、食べ物何にします、やんな。あ、首でかぶらす、掃除機？そうですね。近重さんのお掃除タイム。ゆっくんの今手クレジットカード持ってる。クレジットカードじゃないわ。銀行のカードと学生証とポイントカードと阪急の、あとピタパがある。ユナの手元に全部つったらあかんやつ。おもろ。こんにちは。もうね、スマホケースに入れてるんですよ。あの挟めへんから。危ない危ない。せや、事故ったら終わりやで。手帳型じゃないねんけど、カスタムタイプの。気をつけます。まあこんな可愛い子からお金奪わないよね。とかって自分で言ってる。いやな、一回さ、新生橋のマクドでさ、スマホを落として、しかもスマホの中にもお金入れてて3000ぐらい。でもね、その3000も取られへんくて置かれてたんですよ。店の人に届けられてて、今までお金取られた経験ないんですよね。詐欺に遭ったことあるけど、振り込み詐欺あるけど、お金取られた経験はない、まだ。皆さんも気をつけてください。さっきあのクレジットカードのなんか不正利用も増えてるみたいやから。こんにちは。ハッカー、ハッカーの仕業で。こんにちは。ワンワン。カードとか、カードの、カードとか、7期自己肯定感高いメンバー多いよ。どっからどう来た。こんにちは。マコニーハート、ありがとうございます。フレイくん、タコありがとう。なんか振り込み詐欺はなんかやっぱ最近ネットとかでさ、買い物とかする人多いと思うんですけど、やっぱちょっとでもなんか変な日本語とかやったりしたら、それ振り込み詐欺やったり、なんか絶対高いものがさ、安かったり売られてるやつとかも振り込み詐欺の場合もあるから、気をつけてくださいね皆さん。一回さ、海外で、まだ学生のクレジットカードあるんですけど、学生の使えるみたい、そのあんま高い金額じゃないんですけど、それなんか一回前ガールズペディアの時、海外でクレジットカード使おうと思って、こうあのもうなかったから、その海外のお金がね、そしたらそれでなんか不正利用疑われて、のそのクレジットカード使えへんくなったっていう経験はあります。
マイルちゃん優勝ありがとうございますって何の話やねんってなアイドルの配信と思えない世間話をしてしまいました。マシュマロさん、クマありがとう。13位リンタロウくん、12位シンくん、11位キヤフミくん、10位フルヤくん、9位ルイくん、8位オウミくん、7位パイセンくん、6位チャンデックくん、5位ヒータロー、4位デビアン、3位トシトシ、2位マイルちゃん、そして早ちはドゥルルートン。マシュマロサンタクロースでした。ありがとうございました。ではマシュマロサンタクロースへマイゼヘマです。3、2、1、今日の夜会えるのめっちゃ楽しみ、大好きだよーちゃん、ありがとうございました。夜公演もたくさん降臨してくれたら嬉しいです。夜公演はなんといってもごめんね素直じゃなくて夢の中なら言えるの髪型です。バイバイ。